皆さんこんばんはです。中学2年生ですね。連立方程式から入って、まあ式による説明とか、それから式の計算をやっていったんですけれど、今度ですね、まあもう何回も受けてる人もいるんですけど、第1回のランキングテスト、これが期末対策のランキングテストが行われます。もう残念ながらですね、一部の方はですね、まあ本日終了しているという方もいらっしゃいますが、申し訳ない、ね、それを厚みをつけるためにね、ぜひ頑張っていただければと思っております。月曜日、20日月曜日ですね、やりますよ。これが、第1回のランキングテスト、数学プラス理科です。で、得点としてはですね、こんな形です。数学が100点です。数学が100点ので、理科の減点を引くと、理科間違った個数をその100点から引いてしまおうということです。理科だから、例えばですよ、こんな人いないと思いますけど、10個間違っちゃうと数学が90点だったとしますよね。それから10点引かれるというので80点になっちゃうんですよ。ですので理科は減点なしでいきたい。ですが、理科は 3A から 6A、 3A、 4A、 5A、 6A、 その大問の4題から2題を選んで答えれば、他の2題は書かなくてもいいです。答えは2題選んで答えを書いてくればいいから、まあ今日練習した通り、あれを覚えちゃってボーンと書けばいいんですよ。ね。ですから、理科はまず減点なしで言ってほしいな、と思うわけですね。そして、数学は、まあ連立方程式も出ますが、式の計算も出ます。式の変形も出ます。文字式による説明も出ます。3A から 8A の中からちょこ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 と出してきますので、練習をしてきてください。ただ、一生懸命練習をしたんだけれども、連立方程式は一部の人がどうしても不得意だっていうね、まあ学校であんまりやってないっていう人が一部いて、それが不得意だっていう方もいらっしゃるので、ここではしっかりもう一回連立方程式を復習してランキングテストに備えたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。ではまず 7A のね、1の括弧1から拾ってきました。これは上を何倍、下を何倍、両方何倍かしないと解けないという流れのものです。では頑張ってみましょう。さあ、あなたなら X と Y どっちの数字を合わせます？まあ僕だったらとりあえず2と3と3と5なので、まあ2と3の方を合わせようかな。それゆえ上の式を3倍して下の式を2倍すると X の係数が6となって合うので、消去することができるんです、加減法でね。では3倍します。6x-9y=3、 2倍します。6x-10y=2。てれてれてれ。引き算であります。引くことによってどうなるかっていうと、マイナス、プラス、マイナスになればいいよね。そうすると、-9y プラス 10y だから y=3-2 で1っていう形で出すと OK。で、これ出たら、どこが一番綺麗な簡単な式に、y に1を1回だけ入れれば x 出てくるから、ここに入れましょうかね。すると 2x-3=1 と出て、 2x が4ときて x が2という形で、 x が2、 y が1という形で出てくるので答えです。x が2、 y が1、こんな形で括弧1ができました。この真ん中にですね、カンマを入れてくれると非常にわかりやすいので、カンマを入れてあげるといいですね。横並びで書くときはね、縦に書くときは問題ないですけどね。では、2番も行ってみたいと思います。2番は、代入法です、これ。代入法がいいですね。なぜかというと、X がこれだよっていうふうに下の式は言ってるから、X のここですね。3x の x に 4y プラス6を入れましょう。3x というからには 3×x なので、
3(4y+6)って代入してあげます。で、次続いてプラス 5y 書いてあるのでプラス 5y 入れてイコール1、こんな形ですよね。と 3(4)12y プラス3(6)18プラス 5y イコール1ですので 12y と 5y 足して17y ですね。それがイコール 1-18 つまり 17y イコールマイナス 17y はマイナス1と出てきました。それゆえここに入れるんです。 x は 4×-1 プラス6、ですので x が -4+6 x が2と出てきました。はい、答えです。すると x が2 y が -1 と出てきたら大正解。まあ、こんな形なんですよね。さあ、そして次です。厄介なものが出てきました。括弧がついてて、これが整理されてないですね。ですので整理をいたします。2x-2y イコール8ですね。となると 3x-2y イコール8と出てきて、この2つでできるっていう形が分かりましたね。するとここで引き算、やっぱりね、マイナスプラスマイナスです。とここ x 消えます。 y 足し算 3y です。マイナスですからマイナスの3と出てきて y がマイナス1は簡単じゃないですか、ね、そしてここにポコーンと入れてしまう。 3x-1 イコール5、 3x がイコール6、 x は2と出てきちゃったね。 x が2、 y がマイナス1、こんな形で正解が出てまいりました。さあ、次は分数と小数、最後ね、用意してあります。分数はとにかくこの分母を払いたい、分法をなくしたいんですね。ですからこれ3倍してあげます。3倍してあげます。するとどうなるかというと、 3x+2y、 ここが約分されたんだよね、イコール3721となりますね。そしてこちら、あれなんだ、そのままできちゃうじゃないですかこれ。わお、簡単、足し算でいいでしょう。すると 4x イコール20と出てきました。x は5ですね。そしたらここに入れますか。 5-2y イコール -1 です。 -2y がイコール -1-5、 -2y は -6 となって、 y が3。どうでしょう、 x が 5y が3という答えが出てきました。それでは最後の問題です。小数なのでこれも10をかけて整数にしてしまおう、こういうことですね。 5x+3y イコール18という流れですね。ちょっとここうまくいかなかったんで、もう一回書きますね。これ18、そしたら下の式を3倍しますかね。3倍すると 6x+3y イコール33と出てきました。今度はプラスプラスですので引き算であります。マイナスをしましょう。マイナスマイナスマイナス、全部マイナスです。するとマイナス x がここ消えますよね。マイナスしますのでマイナス15、ここはね慎重にいってください。マイナス15なので x は15と出てくるはずです。ここに入れましょう。 2×15 プラス y イコール11、30プラス y イコール11、y はマイナス19。わーお、変な数字ですが、これは答えです。ね。ですので、x が15、y がマイナス19。こんな答えになったんですよ。はい。連立方程式、そんな難しくないんだけれど、どうもとっつき悪い方は、どうもね、後でいいや、まだ学校やってないから後でいいやなんて思っちゃってる方がいらっしゃるので、ぜひね、まあ、ほとんどのこれからのテストの方は連立方程式入ってきます。ですのでここでしっかり覚えて、ランキングテストでいいところポンと見せてしまおうじゃないですか。20位ぐらいまでしっかり名前がドゥン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 出てきますね。頑張りましょう。ではまた。あ、それとね、明日 Q&A あります。2年生ですね。そして明後日はワーク大会、4時から7時、16時から、19時まで3時間
ワーク大会やりますので、ぜひとも積極的に参加してもらって、頑張ってワークを仕上げようじゃありませんか。ではね、頑張りましょう。